まさかこれを使うことになるとはな。久々にいい感じだぜ。ボールを上に。まさかあれは。バレーのスパイク。あ、おい、あっち。あれはまさに合体。わかったぞ、お前らの狙い。果たしてどちらが勝つか、勝負。レイザーのボールをゴンが止め、ヒソカが覆い、キルアが支える。脱帽だな。俺のパワーを奴らのセンスが上回った。その中核を成したのがあの少年キルア。ゴンは俺のボールを止めるため手にオーラを集中。臆すことなく正確にボールを捉えた精神力と集中力は称賛。ヒソカはインパクトの瞬間にあの能力でボールを包み込み、ゴンの取りこぼしを防ぐ。素早く強力な能力発動技術がなければ、ボールは遥か彼方へ飛んでいってしまったはず。そしてキルは、二人の間に挟まれ、クッションと踏ん張りの二役をこなした。オーラの攻防力移動によって、もしもキルアの体のオーラが少なすぎれば、クッションの役目を果たせず、ボールの衝撃によって三人とも大ダメージを受ける。逆に足のオーラが不十分だったら、踏ん張りが効かずボールの勢いに負けて三人とも外野へ吹き飛ばされていただろう。体と足への攻防力を何対何で振り分けるか、おそらく誤差 1% 以下の精度を要求されていたはず。これほど経験とセンスが要求される技術は他にない。経験不足を補って余りある天才的なセンスによって、キルアはこの難関を見事クリアした。恐ろしい才能。おそらく私があの位置に到達したのは20代の後半。